糸野小栗刑事、あなたは被害者の千尋さんがこの文字を書いた、そう主張されるんですか？当たり前っす。他に書けた人間はいないっす。異議あり。逆ですよ。この文字、千尋さんにだけは書けたはずがない。解剖記録によると鈍器による一撃で即死。死んでるじゃないですか。あれあれじゃない。